警告がちゃんぼこさん、3600トン級潜水艦の2番艦を建造中らしいぞ。またしても、無駄なものを作ってしまったのね。しかも、SLBM ミサイルを最大10発発射できる予定だ。ほほう。ということで今回は、韓国最大10発の SLBM 搭載ちゃんぼこさん3600トン級潜水艦2番艦の建造に着手、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、お隣艦、警告が、新型潜水艦の建造を推し進めている。らしいわね。2021年12月30日に警告で2番目に大きな島である、コジェ島のテウ造船海洋でチャンボコ3バッチ2の、2番艦の建造着工式典が開催されたんだ。またポンコツ披露会やったの？まあそんなところだな。建造着工式とは、船体に使う鉄板を切断し、建造中に事故が起きないように祈願するセレモニーでもあるんだぜ。セレモニーよりお祓いでもやった方がいいんじゃ。お隣の船はすぐ沈むからな。そもそもこの、ジャンボコ2とは3000トン以上の警告次世代潜水艦開発事業のことを指すんだ。ほほう。ジャンボコ2は警告独自の潜水艦なんだが、その性能について紹介する前に、警告の潜水艦開発を振り返ってみるぜ。例によってほじくり作戦結構ね。警告が潜水艦を初めて取得したのは1980年代のことだ。最初は、特殊潜航艇として開発に着手したんだな。特殊潜水艇？ああ、まあ簡単に言えば、海の奥深くへ潜れる船ですよ、みたいな感じだ。その後、本格的な潜水艦の導入に乗り出すわけだぜ。ついに、警告の潜水艦開発が始まるわけね。警告ではまず、第一段階として、ドイツの209型潜水艦を取得したんだ。ドイツの？ああ、一番艦はチャンボコと命名され、チャンボコは統一神羅時代に神羅、そして、唐まで日本にまたがる海上勢力を築いた人物である。まあ、歴史に詳しいこと。209型はドイツの輸出型潜水艦で、水中排水量は1810トンなんだ。この209型は、ギリシャ海軍やアルゼンチン海軍など多くの国に輸出された。警告初の輸出潜水艦みたいな？そんな感じだな。警告からすれば潜水艦取得に際して、日本やアメリカなどの協力を得たかったらしいんだが実現せず、ドイツからの導入となったらしいんだぜ。日本やアメリカは警告の潜水艦なんていらないもの。もっといい潜水艦を持っているからな。そして、警告の目指す最終目的は国産潜水艦の開発だったんだ。ふむふむ。このチャンボコ級取得の目的は、潜水艦戦力の獲得だけでなく、技術をも獲得するためでもあったわけだな。夢の国産潜水艦への第一歩だったわけね。ああ、1番艦は完成品の輸入だが、2番艦、3番艦は、ドイツで建造されたものを警告で組み立てるノックダウン生産になった。着実に進化してきてるわね。そして4番艦以降は、警告でのライセンス生産だったわけだ。ほほう。そして、チャンボコ級の次は、機体機依存推進を搭載しているドイツの214型潜水艦を、ライセンス生産したソンゴニル級の建造が始まった。うんうん、ここまでの技術獲得の成果をもって、ついに警告は潜水艦の国産化に踏み切ったんだな。ついに来たか。警告初の国産潜水艦となったのが、チャンボコ3バッチ1であり、これは設計から建造まで全工程を警告で行ったんだぜ。全工程を警告で行う予定か。予定を入れるんじゃない。まあいいが、チャンボコ3バッチ1の1番艦と3アンチャンホは、2016年5月17日に寄港され、2021年8月13日に収益したんだな。一応完成したわけね。ああ、このと3アンチャンホは、基準排水量は約3000トン、ディーゼルエレクトリック方式を基本としながら、燃料電池による非対機依存推進システムも搭載しているんだぜ。まあちっちゃい潜水艦だけどね。その後、チャンボコは3バッチ1は、1番艦と3アンチャンホに続き、2番艦アンブ、3番艦シンチェホが寄港している。うん、それぞれ2022年、2024年に収益する予定になっていて、警告では潜水艦建造ラッシュが起きているわけだ。さて、2021年12月30日に寄港した潜水艦は、チャンボコ3バッチ2の2番艦に当たるわけだが、このチャンボコ3バッチ2とはどのような潜水艦なのか説明していくぜ。お願いね。まずは、元になったチャンボコ3バッチ1について説明する。チャンボコ3バッチ1は水中排水量は3800トンで、それまで警告が保有していたチャンボコ級、ソンゴニル級よりも大型の潜水艦なんだ。今までが小さすぎたんでしょ。性能としては、AIP システムの性能向上とともに水中潜航時間も延長されている。うんうん、
しかし船が大型化したことによる問題も生じていて、大型になれば水上艦や潜水艦から見つかる可能性が高くなるわけだ。すでに騒音で見つかってそうですけど。そうだな。まあこうした不利を補うために、ステルス性に配慮した設計になっているわけだ。ステルス？ああ、上部構造物のほか板がやや傾斜しているんだが、これによって、水上艦や潜水艦が敵艦の位置を探る探針音を受けた場合に、反射音の方向を逸らす効果が付与されているらしい。ほんとかよ。さらに潜水艦には、どうしても垂直にならざるを得ないセールという部分がある。うん、ここには音響タイルが調布され、ソーナーへの対策となっているんだ。ほほう。センサーは電子光学マストはフランスのサフラン、フランクアレイソーナーは LIG ネクスワン、戦闘管理システムはハンファが供給していると報じられているんだな。どこの国も警告でお金稼ぎしたいのね。まあそんなところだろう。機関はソンオニル級と同様、ディーゼルエレクトリック方式を基本としつつ、燃料電池による非待機依存推進システムも搭載しているんだぜ。AIP 好きねー。今の世界標準システムだからな。そして兵装は、ジャンゴ呼吸やソンゴミル級と同じように艦首に 533mm 魚雷発射艦8門を備えているんだ。へぇ、魚雷発射艦だけでなく、セール後方に6セルの VLS も搭載しているんだぜ。VLS ってなんだっけ？これは艦対地ミサイルのための発射機のことだな。装備しているのは、巡航ミサイルである玄武 3C と言われていたんだが、玄武 2B を元にした潜水艦発射弾道ミサイルに変更したらしい。よくわかんないけど警告もいろいろやってるんだ。ミサイル開発にも力を入れているからな。2021年9月15日には、本級一番艦が SLBM 玄武44の試射も行われたんだぜ。どうせ飛ばないし当たらないポンコツミサイルだろうけどね。ここまでチャンボコ3バッチ2を紹介してきたが、では、警告海軍はなぜこのような潜水艦を配備しているのかわかるか？北朝鮮へ対抗するため？その通りで、北朝鮮の特殊潜航艇対策のためなんだな。ほほう。北朝鮮は特殊潜航艇を用いて、工作員を警告に送り込んでいると言われているんだ。1996年に発生した関門浸透事件なんかのことね。ああ、関門浸透事件では、北朝鮮の3号型潜水艦が座礁し、乗組員と工作員計26名が警告内に逃亡した。この事件で北朝鮮側は死者24人、逮捕1人、行方不明1人、警告軍は4万3千人を動員し、死者12人、負傷者27人を出しているんだ。すごい数ね。北朝鮮の工作は日常的に行われているとされており、その対策に潜水艦を用いるというのはわからない話でもない。そうよね。特殊潜航艇の開発や小型潜水艦の開発であれば、北朝鮮対策というのも理にかなっているからな。だが現在建造中の3000トン、もしくは今回紹介したバッチ2のような3600トン級の潜水艦では、こうした任務には適していないんだ。ちょっと大きいものね。ああ、その障害となっているのが皮肉なことに VLS であり、VLS は米国やロシアなど、SLBM を発射する潜水艦が装備しているものなんだな。警告とは規模が違うわ。そうなんだ。これらの潜水艦はどれも韓国の潜水艦よりも大型で、攻撃型潜水艦の米国のバージニア級で7800トン、C 国の小級で6000トン、弾道ミサイル潜水艦はさらに大きく、米国のオハイオ級で18750トン、ロシアのボレー級では2万4000トンにも達する。2倍以上違うわね。SLBM が発射可能な VLS は口径が大きいため、大きな艦隊が必要になるから、小さな潜水艦に VLS を搭載すると、船体強度が弱くなるんだ。やばくない？やばいだろうな。船体強度が下がれば潜水艦としての任務が難しくなるだろう。じゃあ、警告は自分で自分の首を絞めてる状態なのね。そういうことだ。警告が従来よりも大型の潜水艦を開発しているのは、自主国防路線のためであり、軽空母などの保有も検討している。原子力潜水艦の配備もその一環であり、国連軍司令官や在韓米軍司令官に指図されない体制を作り上げたいんだろう。そういうことね。ムンジェイン前大統領は、そのために軍事拡大路線を選んできたわけだ。このチャンボコバッチ2が今後どのように使われるかに日本などの諸外国から注目が集まっているんだぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。